俺はジョナサン・イングラム。30年前スペースコロニーのビヨンドコーストでポリスノーツとして働いていた。もっともエンプス事故で宇宙をさまよっていた俺にはわずか数年前のことにしか思えない。まだ生々しい記憶だ。妻や友人、仕事、何もかも30年前に置いてきてしまった。あの事故で過去を失った俺はこの汚れた街オールド LA でネゴシエーターまがいの探偵をしている。幼児誘拐や人身売買のネゴシエート、身の代金の仲介、脱獄犯の逮捕などヤバい依頼ばかりだ。だが俺みたいな過去をなくした男にはそんな世の中の海がなければ飯も食っていけない。せいぜい腹いっぱいになるまで頑張るしかないか。さて、依頼人が来るまで何をしようか。この部屋には俺の過去を示すものがたくさんある。前方の壁には新聞の切り抜きや写真が、机の上にはあいつとの写真。どれも記憶の空白を埋めるものばかりだ。ロレイン、俺のワイフ。いや、それも過去のことだ。俺があの事故を起こした後、ビヨンドで再婚したらしい。今では他人のワイフだ。日本人とアメリカ人との二世。あいつにはどこか神秘的なところがあった。エド・ブラウン。俺の人生で最も信用できる親友であり良きパートナーだった。今日は運がいい。こんな早い時間に客が来るとは。どうぞ。鍵はかかっていない。ジョナサン、久しぶり。ロレイン。そう、私よジョナサン。28年ぶりね。今頃どうして。私おばさんになったでしょ。あなたは変わらないわ、あの頃のまま。ロレイン、なぜ今になって俺のところに。許してもらおうなんて思ってないわ。厚かましいのも分かってる。でも頼れる人がいないの、あなたしか。何があったんだ。助けてほしいの、私の夫が大変なことに。分かった。さあ入って。会えてよかったわ。じゃあ。ロレイン、俺も会いたかった。もっと早くに。
車から離れろ。路地へ逃げ込んだな。逃がさんぞ。あなたと一緒に星が見られた。会いたかったわ、この28年間。ロレイン、その時計まだしてくれてるのね。時間にルーズな俺に君がくれたものだ。私たちの時間は止まっていたのに。ジョナサン、お願い、カレンは病気なの。助けてあげて。カレンは、知り合いか？友人だ。古い。かわいそうに、ビヨンドから来たんだろう。いや、戻ってきたんだ。